という地方から舞台芸術を発信する、劇団を目指して立ち上げて、どうしたらお客様とかそれから演劇に触れたい見たいっていう人が増えるかなって考えた時に、面白いことをやるのが一番だろうと。でその面白いことはじゃあどんなことかなと考えた時に、野外劇がいいんじゃないかっていうことで、いきなり何も分からずに始めたのがこのオープンエアシアターでした。演劇に関わる人が少ない、でそのじゃあ人口を増やすにはどうしたらいいのかな、でその草の根的な意味も含めて一般参加の方にまずは触れていただき、で体験してもらって、でそういう方たちが徐々に徐々にこう増えていくことが、こう波のように広がっていく。もう演劇は全く経験なくて、それこそ小学校時代の学習発表会とかで演劇って言ったらいいのか分かんないですけど、もうそういうのが最後ですね。見ててすごい引き込まれるんですよね。ただ私も中に入りたいっていう風に、最初すごいこうどぎまぎしながら緊張して稽古とかに入ってるのが、だんだんこうみんな友達になってきて、一番は楽しんでもらって、踊ってる人に楽しんでもらえるようにやるにはどうしたらいいかなっていうのを毎回考えます。演劇自体初めて、もう人もいるし子供もいるし、でもやっぱり練習を重ねていくうちにみんな役者になっていくので、それはすごいなと思う。こういうことやってるっていうのを知らない人がいるのはもったいないなと思います。すごく毎回の稽古が楽しくて、本番もすごい楽しいものになると思っているので、本番をちゃんと楽しんでお客さんにも楽しんでもらえるような演技なり踊りなりができるように、お客様に楽しんでもらいたいと思いますし、終わった時に本当になんか涙が出るぐらい感動したいですね。そういった気持ちでやっていきたいと思います。全力で気合い入れて頑張ります。頑張っていきたいと思います。でやっぱり15年やってきたその集大成になる舞台にしていきたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いします。楽しみにしていてください。